ゼニガタヘイ物控え、野村古道、辻斬り、一。八、厄介なことになったぜ。ゼニガのヘイは、八丁堀の組屋敷から帰ってくると、鼻の下を長くして待っている八五郎に、いきなりこんなことを言うのです。 何かお小言ですかい親分。それならいいが、笹野の旦那が折り入っての頼みというのは、近頃ご腐内を荒らし回る辻切りを捕らえるか、せめて正体を突き止めろというんだ。へへえ、へ、え。ガラッパチの八五郎、さすがに肝を潰したものか、片須が喉に引っかかって、二度に簡単しました。 笹野ノの旦那はこうおっしゃるんだよ。この夏あたりから噂は聞いていたが、三日に一人、五日に二人、罪のない人間が、お膝元の江戸で、人参ごぼうのように切られるのは捨ておきがたい。いずれ腕自慢が講じての悪号であろうが、近頃は切った死体の懐中のまで抜くというではないか。この上知らん顔を押しては、ご聖堂の課金と愛なる。 ご家中若年寄り方にもことごとくご心痛で、待ち方へ立ってのお言葉があったということだ。ええー、大したことになりましたね、親分。それは全く大したことでした。この夏あたりから始まった辻斬り騒ぎ。最初は浸透の切れ味を試すつもりであったのでしょうが、二度三度と重なると、 次第に悪魔的な興味が講じて、神田一円に、九段から両国まで荒らし回る辻斬りの凶暴さは、さすがに幕府の老神方の目にも余ったのです。旗本の次男三男、諸藩のおるす腕に覚えの老人者など、辻斬り退治に出かける向きもありましたが、相手はそれに輪をかけた凄腕で、 いずれも一刀両断にしてやられるか、運良くて方法の手で逃げ帰るのが関の山でした。秋に入ると、辻斬りの凶暴さは一段と白車をかけました。最初は武家ばかり狙いましたが、後には百姓町人の見境がなくなり、ついには切った死骸の懐を探って、紙入れ、 どうだ、八辻斬り退治をする気はないかこいつはじってとり縄の,の春だぜ。腕自慢のお武家が角並み持て余した相手だ。平次も緊張しきっております。付き合いが悪いようだが、あの辻斬り野郎を相手にするくらいなら、 足は大山の鬼大臣に繰り出しますよ。そちらぬ顔をして、すれ違いざまに、ええー、やっと来るでしょ気がついてみたら首がなくなっていたなんて、どうも虫がすかねえ。何をつまらねえ。そいつは、強い武者修行か何かに頼もうじゃありませんか。岩見重太郎ってのは豪勢なのがおりますよ。よさないか、八。ええ。小分けはよすがいい。 え八五郎が腰を抜かしゃ、俺が一人でやるだけのことだ。笹野の旦那のお言葉がなくたって、町人百姓の差別なく、ザクザク切って歩く野郎を包丁をけめ。今まで無事でいたのは、悪運が強かったんだ。平次はいつになく公然として胸を張るのです。親分。 ガラッパチは膝小僧を揃えてにじり寄りました。なんだ足がいつ腰を抜かしましたえ親分。足はいつ怖いなんて言いました。辻切りや蕎麦切りが怖かった日には、江戸で御用聞きが務まりますかってんだ。スをーー強くなったじゃないか、恥さっき、辻切り退治より鬼退治の方がいいって言ったのは誰だっけ そりゃあ物の例えだ。辻斬りが怖いわけじゃありませんよ。はばかりながら、こんな番首に糸目はつけねえ。どこへでも出かけましょう。さ、親分。慌てるなよ、恥おめえの強いのはよくわかっているが、まだ辻斬りや豊タの出る極限じゃねえ。ゆっくり物を考えてよ。何をやらかしゃいいんで、親分。 ガラッパチはむやみに咳き込みました。待ちなよ。差し当たり、研ぎ屋を当たってみるのが順当だが、夏から十い人と人間を切った奴が、血がなを近所の研ぎ屋に出すような、まぬけなことはしないだろう。品物は一つも取っていないから、七夜を当たっても無駄だ。九段から駿河台、神田橋外、柳原、 両国へかけて出るが、お見つけの外へ一足も出ないところを見ると、この中に住んでいるに違いあるまい。それにしてもすごい腕だ。腕自慢の御家人が五人、牛が淵で出っ食わしたはいいが、二人は切られ、二人はお堀に叩き込まれ、一人は方法の手で逃げ切ったというじゃないか。三河町に町道場を開いている、 酒村草野心という野党の先生が、お弟子と二人で辻切り大事に出かけ、柳原で出会い頭に肩先を少し切られ、面目なくて、明る日の晩夜逃げをしたというじゃありませんか。それほどの人間を相手にするんだ。よした方が無事だぜ、八。冗談でしょ、親分。もういい。俺はおめえの裸たし目の方がよっぽど怖いよ。へ 近頃は辻斬りの噂に怯えて、神田中の往来は日が暮れるとばったり耐える。辻斬りだって切られてがなかったら張り合いがあるめ。今晩から俺が出かけてみようと思うが、どうだ発っも行きますよ、親分。八五郎はむやみに乗り出します。 銭形平次とガラッパチはその晩から辻斬り釣りに出かけました二人とも夜行か三階の帰りのコアキンドといっためっぽうやぼったい風をして九段から両国へ柳原から神田橋へと寂しい道をよって歩きますがどうしたことか辻斬りらしいものに合わなかったのです八 今晩も死刑だな。二人一緒じゃ面白くねえようだ。一人ずつ歩くとしようか。ええ。八五郎はちょっと肩を縮めます。怖いかい、八。じょ、冗談でしょう。三度の飯も怖くなきゃ食ったような気のしねえ足だ。急に強くなりやがったな、八。なんだ、襟巻なんか出して。 そんな事故じゃあるめ。この襟巻きに、まじないがあるんですよ。どれ、見せな。おやおや、鉄の火箸を六本も縫い込んでるじゃないか。まさか鎧を着るわけにもいきませんよ。なるほどね。筋金入りの襟巻きを巻いていると、首を切られる心配はないというわけだな。そうと知ったら、俺も釜でもかぶってくるんだったよ。<laughs> 何とでも言うがいい。相手は恐ろしくちょっかいの早い野郎だ。気をつけてくださいよ、親分。それじゃあ頼むぜ、八。二人は右と左に分かれました。八五郎は平時に分かれて、柳原と手に差し掛かりました。与タと老いはぎと辻切りを名物にした柳原は、遠い町屋に五日月が落ちて、 地獄の底を行くような不気味さです。畜生命ガラッパチは大下打ちを一つ。不死のない鼻歌を口ずさみましたが、すごい相手に自分というものの存在を教えているような気がして、それもふっつりよしてしまいました。足ばかりがむやみに速くなります。 役目は役目ながら少しでも早く明かりのある両国へ出たい本能にさいなまれていたのでしょう。おやガラッパチはぎょっとして立ち止まりました。夜キを圧する凄まじい気合とともに人の悲鳴が聞こえたように思ったのです。臆病風は一んに吹き飛んでしまいました。 猛烈な闘争心が武者震いになって八五郎の五体を走ると、役目柄の勇気が没然として奮い起こります。やろう闇を透かしてみると、わずか十歩先に何やらうごめくもの。柄チは次の瞬間、じってと体を一緒に叩きつけておりました。 猛烈な格闘が始まりました。クセモ者は合口を持っているらしく、ガラッパチの脇と肩をつきましたが、ガラッパチは巧みに防いで、三度目にはじってに絡んで獲物を跳ね飛ばし、自慢の力でギューとを押し付けてしまったのです。ハチ、取ったか後ろから声をかけたのは、心配して引っ返してきた平次でした。 親分、今、縛り上げますよ。弱い辻斬り野郎で。八五郎はすっかり良い心持ちです。待ちな。俺は火を借りてくる。そばに死骸があるようだから、動いちゃならねえ。平次は浅草橋の番所まで飛んでいくと、有竹の提灯と二三人の人手を借り出して、元の柳原に引っ返しました。 親分、変な野郎ですよ。縛り上げるといきなり泣き出して、五十両やるから見逃してくれって言いやがる。どうせそんなことだろう。どれ、面を見せろ。平時の差し出した提灯に照らされたのは、ねんねこ番店を着て、毛録頭金をかぶり、アサギの桃引きを履いた老人姿ですが、顔を見ると、 まだほんの三十前後。毛虫眉の顎の張った少し肉体な男です。おめえは、音松じゃないか。この顔はガラッパチの方がよく知っております。飯田町に住んでいるゴミのような安役座、音松。これが江戸中を騒がしたすごい辻斬りの本人とは、 どうしても思われません。足じゃありませんよ、親分。音松は本当に泣き出しそうでした。その間に、平次はあたりの様子を念入りに調べます。つい三、四軒先には死骸が一つ。十年ものの武家姿ですが、右手を塚頭にかけたまま、 大げさに切られて切れてて切おります,すごい手際だなハ平治は八五郎を帰り見ました重ね着をした人間をたった人たちでこれだけ切り下げるのは末物切りの名人でなければなりませんこの野郎でしょうか親分気の毒だが違ったよ ええ。せっかくの手柄を不意にするようだが、相口でこれだけ切れるわけはない。なるほど、そういえば、音松の持っていたのは相口が一振りだけ。そのあたりに太刀も脇差しも落ちてはいません。へ、ええ。八五郎、少し拍子抜けがしました。 その野郎の懐を探ってみればいい。縛られた音松の懐へ手を入れると、中に飲んだのはよく膨らんだ紙入れが一つ。逆さまにすると、バラバラと二三十枚の小判が散ります。三。音松を攻めるまでもなく、 事情は至って簡単に分かりました。音松はやはりただの安ヤクザで、獅子のほふった獲物をあさる野狐に過ぎなかったのです。その告白を聞けば、あっしも一度あの辻斬りにやられましたよ。駿河台ですれ違いざまピカリと来たとき、捨て石につまずいて転んだのが命拾いでした。 転がりついでに石垣の下まで落ちて死に物狂いで逃げたが、後で考えると悔しくてたまりません。幸い、辻斬り野郎が年寄りと女には手を出さないと聞いて、この通り、年寄りに化けて杖までついて毎晩駿河台で張っていると、三日に一度、七日に一度、月のない晩に限って辻斬り野郎の出かけるのを見かけるんです。 それをそっとつけていって、こいつは命がけの仕事だが、切られてひくひくする奴の懐を探ると、大概3両5両から、多い時は五十両にもなるんだから答えられねえ。バカ野郎ガラッパチの手は、したたかに音松の方になりました。あまりにも下劣な話に、正直者の八五郎は、 向こうっぱらを立てたのでしょう。八、黙って聞け。ところで、その辻斬りの風亭忍相はどうだ平次はガラッパチをたしなめて肝心の問いを持ち出します。それが少しもわからないから不思議じゃありませんか背が高いとか低いとか、年をとっているとか若いとか。 高いような、低いような、若いような、年をとっているような。何しろ、真っ暗な時でなきゃ出てきません。音松の話は頼りないものです。それでは後をつける検討もつくまい。勘でわかりますよ。それから、それから絹ずれの音がします。近く寄ると、さやさやと。 贅沢な辻斬りだな。さやさやと絹ずれの音が聞こえるのは、羽二重か怪奇か、整合か臨図でなければなりません。おやば。ガラッパチも一脈の不安に襲われます。かつて、三代将軍家光が夜な夜な辻斬りに出て、大久保彦左衛門にたしなめられたという、 伝説的な話さえ伝わっております。江戸の町の夜の秘密は何を包んでいるかわかりません。ことによれば、それは大名の生死、大旗本の次男三男といった縛ることもどうすることもできない人間でないと誰が保証するでしょう。辻斬りはたった一人だな。ええ。 何しろ容易ならぬことだ。今晩のことは誰にも聞かしちゃならねえ。八、俺は八丁堀へ行ってくる。条役人に死骸を始末してもらって、縄付きは番書へ預けておくんだ。もう辻斬りなんか来る気遣いはない。一つ残らず明かりを消して、そっと片付けるがいい。世間に知れちゃ悪い。 平次は言い残して八丁堀へかけました。それからの手段は至って簡単でした。ヤクザの音松に案内させて、辻斬りの出てくるという駿河台の闇に網を張りさえすればよかったのです。明くる日の晩は無駄に開けて、三日目の晩、七日月が沈んだ頃、 大丈夫。ここに違いはないな、おとまつ。ええ。ガラッパチは中腰になって、縄付きの耳に囁きます。闇がよどんだような駿河台の路地。平次を加えて三人は、物の影に身を潜めて、癖物の出るのを待ったのです。俺たちを騙すと承知しないよ。 少し退屈したらしいガラッパチの声は次第に威嚇的になります。し、黙っていろ。平次は二人を押さえました。路地の奥から軽い人の足音がして近づくままにさやさやと絹ずれの音も聞こえるのです。音松はごくりと固唾を飲みながら 合図の縄をぐいと引きました。ご用パッと飛びついた平治もう相手の凄さなど、感情に入れてはおられません。あっ右の腕をじってで打たれて、くせ者はたじろぎました。神妙にせい後ろからむずと組みついたのはガラッパチです。ひともみ。 いや、それにも及ばず、くせ者は他愛もなく組み敷かれて、ガラッパチの手でキリキリと縛り上げられたのでした。ハち、手荒なことをするな。人違いのようだ。え明かりのあるところへ行こう。わざと御用の提灯などは用意しなかった平次は、くせ者を向こう角の辻安どのところまで引き立てました。 親分、女ですぜわかっているよ。こういうと掛け子の匂いが闇の中にも紛れようはありません。疎い明かりで見ても若くて美しそうな女。うつむくと上品な鼻筋がスッと通って、ズキンの縁から可愛らしい唇が覗きます。 ミナリは黒羽舞台。両刀を少し勘抜きに背の高さまで男になりきっておりますが、ガラッパチが手を伸ばして頭巾を解くと、下から現れたのは、ういういしくも見事な島田曲げではありませんか。夜中男姿でどこへ行くんだ訳を聞こうか、お嬢さん。女はうつむいたっきり。 物を言おうともしません。あっしは町方の御用を務めるものだ。怪しい風邸の者は身分と行き先を聞かなきゃならない。お嬢さん、身分と用向きを言ってもらいましょうか。無家風の、しかもよほどの身分らしい相手に遠慮して、平時の態度は丁寧でした。 申し上げられません。女は顔を上げてはっきり言い切ります。少し緩んだ大きな目、ほの白い歯、豊かな頬。平次が日頃付き合ってる種類の人間ではなかったのです。どうあってもはい。言わなきゃ気の毒だが。 縄付きのまま、晩章へ引いていかなきゃならない。致し方もないことです。でも、女が夜中に街を歩いてはいけないでしょうか。え用人のために男姿になっても、ご法に背くでしょうか。お南のお奉行は、よく存じております。その前で申し開きをいたします。 平次は黙り込んでしまいました。このか弱い娘に手もなくやり込められてしまったのです。いかにももっとも、当方にも間違いはあったが、四人が夜中男姿で歩くのも本当とは言われまい。このままお引き取りくださるように。では、平次が下手に出ると、 理屈を言ったのが決まり悪くなったものか娘は眉を細めて闇の中に消え入りそうです重ねた黒羽豚への袖門は三つ鱗。平治の目はじっとそれを見つめましたしばらくそのおこしのものを拝見いたしたい娘は黙って両刀を差し出しました 平時は受け取って、流儀も作法もなく日先にすかしましたが、地グモリも箱ぼれもありません。四。親分、あの娘を逃がしてやっていいんですかガラッパチはそう引きました。いいってことよ。 あんな弱い筒切りがあるもんか。でも、変ですぜ。若い娘を縛るのを大嫌いなおめえが、あの娘に限って縛りたいというのかい。そんなつもりじゃありませんがね。平次とガラッパチは縄付きの音松を引き立てて、昌平橋の方へ下りました。とある街角を曲がって暗いところへ出ると、 へいふいに闇の中から兵士に切りつけたものがあります。何をかわして兵士のじってはなりました。くせ者の刃と二つ三つ闇の中に噛み合ったのです。はやまガラッパチが猛然として飛びつくのを。はじ手を引け 平次は助立ちを止めて、つつと寄ると、くせ者の獲物を叩き落として、ひらりと飛びのきました。くせ者は慌てて刀を拾いましたが、平次の鮮やかなじってに驚いたものか、二度目の襲撃は断念して、悠然とそびらを見せます。ほえばガラッパチの腕は鳴るのでした。 八、よさないか。だって、そっと後をつけろ。ちょっかいを出すな。大きくうなずくと、ガラッパチはひたひたとくせ者の後のを追いました。その報告を平次が受け取ったのは、明くる日の朝でした。親分おはよう 昨夜はご苦労だったな、ハチ。平時は朝の禅を押し合って、上機嫌で八五郎を迎えるのでした。あの辻斬り野郎の身元はわかりましたよ。いざりよって渋茶の茶碗を引き寄せながら、こう振りあおいだ八五郎の鼻は少しうごめきます。そうだろうとも、逃げも隠れもする相手じゃなかったようだ。 甲賀町の御家人、岩井銀之助様、二十五の辰年だ。腕は低下もんじゃねえが、男が良くて、人柄も立派だ。それが昨夜切りかけた相手か。そうですよ。六高百五十石。何不足のねえ身分で辻斬りとは、倒楽すぎるじゃありませんか。あれは辻斬りの本人じゃないよ、八。ええ。 平次はケロリとしてそんなことを言うのです。いきなり親分へ切りかけても辻斬りなら、御用聞きとして切りかけるはずはない。おめえは現に縄付きを引いていたじゃないか。ええ。それに、あんな腕じゃ、三河町の酒村草の芯を夜逃げさせたり、腕自慢の御家人を五人まで手玉に取るわけに行くまい。ええ。 ネイチ、昨夜のくせ者は、気ぬずれの音なんかしなかったぜ。百五十国や百八十国の御家じゃ、普段着に羽舞台や臨ズを着るはずはない。あれは、辻斬りの疑いを自分の方へ振り向けるつもりで、買って出た芝居だったのさ。切りかける気合だって、本物じゃねえ。平次はそんなことまで見抜いているのでした。 それじゃあ、本物の辻斬り野郎は誰でしょうわからないよ。ええ。もっとも、見当だけはついている。岩井銀之助の近い親類か無二の友達で、密うろこを縄文にしている家を探してくれ。駿河台の鈴木町あたりだ。そんなことならわけはありませんよ。見つかったら、念入りに調べてくるんだぜ。 いいか。ガラッパチはもう飛び出しておりました。それから半日。親分分かったガラッパチが帰ったのはもう夕方でした。駿河台鈴木町の北条い雲も様だろう。あ、親分、人が悪いぜ、知ってるくせに。 いや、お旗本武官で見たんだ。で、どんなことが分かった北条出雲様は去年亡くなったことは、親分もご存知あるめ。そいつは知らなかった。で、後取りは北条三文ジ郎様。二十七の無役だ。六高三千二百国。殿様と言われるご身分だが、腕ができて勘が強くて、人付き合いが嫌いで。 ご近所でも薬病神のように恐れている。それからお妹は萩野さんと言って、とって二十歳。美しくて優しくて、弁天様の申し子のようなお嬢さんだ。でその萩野という娘と、甲賀町の御家人、岩井銀之助が、言い名付けの間柄と聞いたらどんなもんでお嬢さんを見たのか 見られるわけはありませんよ。半日や一日頑張ったって。見るとびっくりするよ。まあいい。それで大方分かったが、3200国と150国の縁組は少し不釣り合いじゃないか平時の注意は細かいところまで行き届きます。北条家と岩井家は縁続きなんだそうですよ。それに、 岩井銀之助というのがあの通りの男だから、三千二百国のお姫様が一生懸命なんだそうで。まあいい。それで大方検討はついたが。辻斬り野郎は、やはりあの岩井銀之助でしょうかそれとも、相手が悪いな、八。三千二百国の殿様じゃ、悔しくたって縛りようがない。ええー。 平時は北条様次郎に目をつけた様子です。が、町方の御用聞きでは、この三千二百石取りの癖物をどうすることもできません。五。それから十日余り。ともかくも、江戸の夜は無事に過ぎました。が、 月の出が遅くなって酔い闇が濃くなると、冷酷無残な辻斬りが、またも活動を始めたのです。旗本北条左文次郎、祖先の手柄で三千二百石の大陸をはみ、役好きになれば、ずいぶん人の羨む出世もできるはずの天才的な腕が利地を強いたげて、人を斬ってみたいという恐ろしい病に取り憑かれたのでした。 最初は薪藁、それから身分のものははばかった潮木場の二つ道を試し。つい悪友に誘われて、その頃によくあった辻切りを試みてから、次第に病的な思考が講じて、江戸の町の闇を横行して、生身を試すことに浮気身をやつすようになったのです。妹の萩野は、 兄の吉がいじみた病壁を知って、命を投げ出す覚悟でいさめました。祖先の武名のため、三千二百国の家禄のため、誠に必死の思いでしたが、歪んだ兄の思考は、妹の涙くらいでは引き戻せそうもなく、次第次第に悪号が募るばかりでした。近頃は、 町方御用聞きが活動を始め、取物の名人といわれる銭形平次が乗り出したことが、ハギにとっては我慢のならない恐怖でした。が、兄のサモ次郎は自分の腕に信頼しきって、平次ごときは眼中にありません。その晩もとうとう一頭を下げて、裏口からふらりと外へ出てしまったのです。 血に乾く辻切り病患者は、近頃はもう老人と女でさえなければ、どんな相手でも構わなかったのでした。駿河台を降りて、九段の方へ。狭い路地を抜けると、向こうからスタスタとやってくる一人の武家がありました。覆面黒装束、両刀を少し勘抜きに、強いような弱いような、 えたいの知れない手触りですが、北条サモ次郎は、もう相手の見境もありませんでした。へえ<ー>すれ違いざま、例の一刀両断と思う固定、どこから放ったか、はっしと叩きつけたつぶてが一つ。<laughs> 北条もうっ宝城サモ思わず気合をくじかれて、 せっかくの獲物を切り損ねました。が、元よりそんなことで諦めるサも次郎ではありません。すれ違って二三歩後ろの方へ、スタスタと行く相手へ、追い打ちに人たち。ええー、い存分に浴びせるはずの手は、思わず宙に釘みけになりました。何やら闇を縫って飛んできた者が、 したたかに佐モ次郎の振りかぶった拳を打ったのです。御用銭形平次です。くせ者、宝城サモ郎と切りかけられた武士との間に立って、たかだかと右手が上がりました。得意の投げ銭が二度までくせ者の襲撃を妨げたのでした。 早くも形勢を察した佐モ次郎は、物をも言わず、猛然と兵士に切ってかかりました。御用、神妙にせいじっは火花を吐きます。二号三号、猛烈な襲撃にたまりかねて、兵士は辛くも飛びのきました。距離さえできれば、得意の投げ銭が物を言います。 ご用だぞ三つ、五つ、八つ。兵士の手から放り出される青線は、サモジロウの眉間へ唇へ、肘へ拳へと飛びますが、サモジロウは一刀を巧みに使って、その銃の八つ九つまでは跳ね返します。それは実に恐ろしい相手でした。その上、 一度は逃げた黒装族の武家が、いつの間に戻ってきたか、佐文次郎が危なくなると、平治の後ろから牽制して、必勝のとどめを妨げるのです。八平治はとうとう怒鳴りました。はあどこからともなく八五郎の声が大ずると、それを合図に、物の影。 町屋の差し、塀のたもと。あらゆる場所から、御用の提灯が無数に現れて、共になって切り結ぶ三人を照らし、それに続いて、都へ旗への取物人がひたひたと押し寄せます。平次は先の先まで見抜いて、この辻斬り病を袋の中に追い込んだのでしょう。うぅ。 北条三様次郎も事態を察しました。これだけの人数を切り抜けることは人間技ではできそうもありません。御用御用だぞ六。神妙にせい四方に迫る御用の声の中に、 平治の声は、凛として響きました。恥を知らぬか、北条三文ジ郎。妹も萩野様は、いめかねて、切られて死のうとしたぞ。あれを見るがいい。平治が指さす方、反乱する明かりの中に、つい今しがた三モ次郎に切りかけられた黒装束の武家は、覆面を剥がれて、紛れもない、 妹、萩野の顔を晒しているのです。岩井銀之助様は、移動のその方に代わって、縛られようとしたことさえあるぞ。人の心の、こんなにも暖かく美しい中に、その方の曲がりひねくれた根性は何としたことだ恥ずかしいとは思わぬかそれとも、縄打って竜の口へ突き出そうか 十一人の無垢を殺した悪逆無道。天道様も許してはおかんぞ。振りかぶったサ文ジ郎の刃の下に、銭形平士の声は、りんりんと響くのでした。萩野。くせ者は一声、純情の妹に声をかけると、次の瞬間、振りかぶった刀を下ろして、 自分の腹に突っ立てておりました。兄上飛びつく男姿の萩野。妹、許せよ。キリキリと引き回す刃に、次第に死の色が、クセモ者の方に濃くなります。四方を照らす、幾十とも知れぬ提灯。 その明かりの洪水の中から覗く、おびただしい人の顔も、劇的な情景に打たれて、一言の口を聞くものもありません。驚いたぜ、親分。こんな鳥物は初めてだ。事件がその晩のうちに落着して、 八丁堀の笹野新三郎に報告して帰ると、ガラッパチは平時を迎えて、好奇心に鉢切れそうな質問を浴びせるのでした。俺だって初めてだよ。あの、宝城様次郎というのが、何が面白くてあんなに人を切ったんでしょう。腕ができて、心が寝れないからだよ。 平次は悟ったことを言います。あっ死なんざ腕はできないが、その代わり心が練れているから、むやみに人なんか切る気にならない。まあ、その気でいるがいい。辻切りなんてとんでもない道楽さ。人を虫けらのように思わなきゃできないことだ。ところで、どうして宝城様次郎と分かったんです 理屈じゃない。勘だよ。詳しく言えば、三つうろこの門と、旗本武官と、あの妹の萩野の顔色さ。兄を諌めかねて、自分が縛られて、兄に怖い剣をしようと思い込んだ一本気には驚いたね。岩井銀之助はそれと勘づいて、萩野の後をつけてきたのさ。萩野が捕まったと知って、 自分が辻斬りになりすまし、萩野と兄のサモジを助けようとしたんだろう。それにしちゃあつたないが、心意気だけは買ってやろうよ。武家のすることはいちいち変わっているんだね。で、あとはどうなるでしょうそいつはわからない。が、あんなに大勢の人を殺めては、北条家は立ち行くまいよ。 平次は何もかも見通したようなことを言うのです。事実は全くその通りで、北条家は取り潰し、萩野は間もなく岩井家に縁づいて、幸せに送りました。三千二百国の大旗本を一つ潰して、平次は寝覚めの悪い思いをしましたが、その代わり、佐野次郎に腹を切らせたために、 平治の手柄も不意になり、うちうち笹の新三郎からお褒めの言葉があっただけで、事件は闇から闇へ葬られてしまいました。武家の騒動はまっらだ。大江山の鬼退治の方がまだしも面白かろうよ。なあ、八。平治はそう言って、カラカラと笑うのでした。